イジ、ケノキさん、あ、来てると思います。今日ですね、ついにリリースされた衛星にとんでもない新機能がついていたので、それをね、今日は紹介していきたいと思います。マジで全員知っておいた方がいいレベルのガチでみんなが幸せになるスーパーアルティメット神機能なので、ここのね、解説というところで本日の目次いってみましょう。1つ目、神システム爆誕。2つ目、トラッカーの解説で、最後にそれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。で、まず1つ目に神システム爆誕っていう形なんだけど、今回紹介するシステムはプレイステーションとか、あとは PC 版とか、マジでそんなん全然関係なくて、もうベースのもう根底のシステムとしてもともとゲームについているので、衛星買った人全員が使えるガチで有能なシステムで、どんな感じかっていうと、今までさ、ここのさ、メインメニューというか自分のプロフィール欄みたいなところを開くと、こうやって恐竜をさ、追尾できるとこっていうのあったじゃん。で、これが今までテイム HUD という形で、テイム中の寝せている恐竜の、まあ、追尾みたいな形だったと思うんだよね。例えば今ブロントサウルスを寝せてるんだけど、ブロントサウルスがちょうどね、ここにいますみたいな、画面の中央のなんかこう、なんていうの、なんか六角形みたいなやつの、ところが出て、あと何メーターみたいな感じになってる。で、こういうのはね、もともとあったんだけど、なんとこの機能が全ての自分の所持している恐竜&自分のトライブの恐竜をいつでも、自分の恐竜ね、所持してる恐竜を追尾できるようになったんだよね。マジでやばくないこれ。っていうことはよ、要するに、まあ、例えばここにパキホラサウルスいるじゃん。で、拠点がね、まあ分かんなくなったとするじゃん。そしたらとりあえず自分で、まあ、HUD 開いて、でパキケファロサウルスを選んで、で追尾をすることによって、あ、パキホラサウルスここにいるみたいな感じになるじゃん、画面に。なので、まっすぐ行くと、あ、ここ拠点だっていう感じになるんですね。で、あとはトライブでやってる場合、マルチプレイでやってる場合は、同じトライブだったらそのトライブメンバーの恐竜を追尾していけるとか、マジで信じられないぐらいですね、便利になってますっていう感じなんで、この恐竜追尾システム、どこでも誰でも追尾システムがめちゃくちゃやばいんだよね。これガチでやばいから、絶対使い方覚えておいた方がいいと思いますので、これをね、詳しくどういう風な形で、まあ、分離されてどうやって使うのかね、解説していきたいと思います。という感じでですね、トラッカーの解説という形なんですけど、まずね、使い方としてはね、別に難しくないんだよね。まあ、単純にこのプロフィールというか、この自分のインベントリ開いて、で、ここのですね、トラッキングタブでスラッシュディノグループっていうのがあるから、ここ開いてもらうだけなんだよね。これ左から4番目、右から3番目のとこね、この恐竜の足跡のマークで、ですね、ここの使い方としては、まず、カテゴリーを選べます。で、このフィルタータイプというのがあるので、ちょっとね、まだリリース直後英語なんであれなんですけど、なぜかお気に入りだけ日本語なんですけど、はい、これのね、フィルターの説明をすると、上からね、オールテイムズなので、自分の恐竜の、テイムしたやつらですね。で、これはおそらくトライブも入ります。自分のトライブもプラスなんで、自分がテイムしたプラストライブのメンバーがテイムしている恐竜です。で、次がベビークリーチャーになるので、子供ですね、子供の恐竜になってくると。で、さらに、Your baby creature は自分の子供の恐竜という形になってますので、まあ、育成中とか、あとは新しく誘拐テイムとかできるから、それでテイムした恐竜のリスト。で、次はアダルトになるので、これは大人の恐竜たちっていう感じですね。で、ロー HP クリーチャーに関しては、 HP が低いクリーチャーっていう形で、まあ、クリーチャーって基本的に生物みたいな意味合いなので、 HP が低い生物っていうところで、ちょっとやばい場合はこれを押すとピンチの恐竜を教えてくれるみたいな、調べてくれるみたいな感じで、次なんだけど、次はカルニなんちゃらって書いてあるんだけど、まあ、要するにこれ肉食恐竜って感じ。肉食恐竜がカルニボーズっていう感じですね。で、次がハービボーズっていう感じなんだけど、これは草食動物みたいな感じですね。肉食草食みたいな、そんな感じで、次はウォータークリーチャーってなるんだけど、まあそのまんまでウォーターのクリーチャーだから、まあ海洋生物って感じ。まあなので、まあイルカとかクジラとかそんな感じですね。っていうところでメガルドンとかテイムするとここに出てくるって感じで、で、フライヤーは飛行生物っていうところになるので、かなり細かく相当できます。で、乗り物という形でイカダ自体もポイントできるから、めちゃくちゃ便利っしょっていうところで、さらになんだけど、これはですね、オールチームメイツ&エリーズって書いてあるんだけど、これはですね、多分トライブメンバーなんだよね。トライブメンバーの話をしているので、めちゃくちゃですね、これ便利です。トライブメンバーまでポイントできるっていうか、まあ、ただちょっとね、これ俺ライフワークで使ってるんだけど、トライブメンバーの位置情報が若干
間まだリリース直後はバグってる感あるので、ちょっとこの機能はもしかしたらワンチャンあんまり機能してないかもしれない。地図上で一応ねトライブメンバーの位置が結構リアルタイムに出るようにしてるんだけど、なんかバグってるバグってるので、まあ一応そういうこともできるって形ですね。で、次がテイムインプログレスなので、ここがもともと ASE であったテイム HUD とは全く同じ欄です。これテイム中ですね。ブロントサウルス寝てます、ラプトル寝てます、餌入れてくださいねっていう状況になってますっていう感じだね。で、次がお気に入りという形になってるんだけど、お気に入りはちょっとまたね、あと使い方をね言うので、その時に出てくる内容ですね。で、最後にトラックでターゲッツってなってるんだけど、今そのなんていうかな、ターゲットマークが出ているあのやつですね。今こうやってマップ上っていうか、こうやって何もないところの状態でパッキオラサウルスっていうポイントと、あとはブロントサウルスっていうのが、まあ一応画面上であのポイント刺して見えるようにしてるので、それの状態っていう意味ですね。それをなんかトラックしてるっていうような意味合いで、トラックでターゲットっていうような意味合いで出してるって感じです。なのでそういった一覧になってますので、これで細かく分類してパッパッパって分けて見ることができますっていうのがマジでやばい。で、あとはね、あのターゲットにするっていう形なんだけど、めちゃくちゃ簡単で、例えばこのギガノドサウルスを追尾したいっていう風に思ったら、ここのね、あのポイントマークみたいなのがあるんだよね。セレクトトゥアットポイみたいな感じであの書いてあるんだけど、ここのマークを押す、これを押すだけで押すと白くなるから、これでターゲットできていて、こうやってマップ上というかフィールド上でギガノドサウルスあと4キロ先の向こうにいるみたいな感じになるので、この、ポイントをですね頼りにずっとまっすぐ行くと、ギガノドサウルスにおそらく、出会えるみたいな、そんな感じですね。まあ適当にねコマンドでテストで出したやつなんだけどっていう形で、はい、ギガノドサウルスいましたねというような形で使えます。で、あとお気に入り機能も結構便利で、お気に入り機能はねマジでね、あの結構使った方が良くて、っていうのも後になっていくとこんな感じでいっぱいリストが多くて、ちょっとさ、あの見つけるの大変じゃん。なので、あのさっきも言った通り拠点に置いとくとか、あとは今自分が乗ってる恐竜とかですぐ見つけれるようにしたいみたいな感じで、で、まあとりあえずエクースをね、あのお気に入りを登録しようと思うんだけど、お気に入り登録するとここのね、あのお気に入りっていうリストに入るんだよね。なのでお気に入りって入れることによって、自分がフィルタリングあらかじめしている恐竜をパッと一発で出せるから、もうね、あの多分後半になるとこのテイムズっていうね一番の全てのリストの内容があまりにも多くてやばくなると思うからなるから、多分そういう風な形である程度なんか便利だよなみたいな、すぐパッと見つけれる恐竜、まあ例えば拠点にいる恐竜、この恐竜を目指していけば拠点に行けるとか、自分が今乗ってる恐竜とかで、迷子になると良くない恐竜とかはあらかじめお気に入り登録しておくと、こうやってお気に入りで見れて、で、すぐさまね、こうやってセレクトアットっていう形の POE やることで、すぐねフィールドにこうやってねエクース、あと遠いな 5.7 キロ先みたいな感じで出せることが可能なので、こういう風にして使うんだよね。なのでめっちゃ便利なんですよね、こういう風な使い方をちゃんとやってれば。恐竜の管理がもうマジで優秀なんだよね、この1個の機能で。なんか泳いでるわこいつっていうところなので、このですね機能っていうのはマジで優秀極まりないので、ぜひね皆さんね、この機能は使いこなせるようになった方がいいっていうか、多分ね簡単なんで、まあ自然にね覚えていくと思うんですけど、これはマジでねみんなが幸せになれるような機能だと思います。はい、ちょっとまあなんていうかな、旧アークの ASE からするとちょっとぬるゲーじゃないっていう話になっちゃったりするかもしれないんだけど、めちゃくちゃ便利で、俺はまあ別にいいんじゃないというふうに思ったりもしてますね。で、あとはですね、さらに細かい分類とかもあるんですけど、こうやって検索をかけれたりするの で適当にね、001って名前をつけるんだけど、で、こうやって名前をつけるでしょ。で、そうやって名前をつけると、これ検索とかで001ってやると、こういうふうに検索できます。なので名前で検索とかできるようになるんだよねっていうのがあるので、ここら辺が結構大きいかなっていう形ですね。で、まあ一応ね、何もつけてないとこんな感じでパキオラサウルスはパキオラサウルスでパで今検索したらこうなるみたいな。で、あとリーパーキングがちょっとねこっそりいたりするんだけど、これでパで反応して出てくるみたいな感じで、検索機能とかもあったりするので、こういう風な検索とかもやりやすくなってるって感じ。で、あとはね、最後にメールグループとですね関連して相当することもできるんですね。で、今メールグループの何番だっけ、9番かなんかにこうやって入れてるんだけど、このエクウソ、こういう風な形でメールグループの中の恐竜を入れることができます。で、ただなんかちょっとバグってるっぽくて、お気に入り登録しちゃったら全グループに顔出すっていうね、
ちょっとねあの目立ち上がりになるのでちょっとここはね多分バグってるっぽい。なんかねお気に入り登録しちゃったら左下のねあのお気に入り登録するとなんか全部のなぜかあの命令グループに登場しちゃうので、そこは多分バグってるんだと思う。ただ一応命令グループでですねあの分けれて命令グループにいるなっていうのがですね一発でここでもあの一応見分けられるので、例えばボス戦のところのあのオベリスクにねあの固めといて、で命令グループ決めといて、でそいつをねターゲットしていけるみたいな、そんなこともね可能なので、結構ですねいろんな形でまああの便利に使えるかなって感じで、一応命令グループね今あの新たに設定してみようと思うんだけど、まあいつも通りねボス戦行く前の ASE みたいな感じのノリで設定していこうって感じだと、このオプションサークルで、でここのですねアクティブグループ修正かな、アクティブグループ修正行って、でグループ先にですねクラス生物、まあどっちでもいいんですけど、まあ、生物を追加で2に追加してみましょう。今回は2番のアクティブグループに、ディノグループに追加しましたという形になったので、今ですねグループ2を見ると今回ねこのエクウスが追加されてるみたいな感じになってますので、で直接この右上のディノグループでですねいろいろねあの見ることもできるので、でなんならね一応こうやって削除もできるので、そうやってねまあ使っていくみたいな形になってるかなっていうところなので、あの命令グループっていうのが今まで完全にボス戦の指笛誤爆しないようで使ってたところか、この、 あの恐竜のトラッキングシステムに使えるようになったので、いろいろな管理の仕方が、まあ、あのできるようになった。お気に入り登録するでもいいし、で、まあ、あとはですねあのここの名前でがっつり検索するだけでもいいし、でディノグループで分けるでもいいしみたいな形でいろんな使い方ができるので、ここら辺はね、まあ、あのやっぱり A 型 B 型 O 型 AB 型いると思うので、まあ、僕は A 型なのできっちり、ね、管理すると思うんですけど、はい、で、まあ、後半とかになるともうブリーディングしたり、あとはなんか変異出しとかしだすとめちゃくちゃ大変なことになると思いますので、まあ、そんな中でですね、まあ、とりあえずいろんなねグループ分けとか検索とか、あとは名前を分かりやすいのにしておけば、さっきの検索欄ですぐ引っかかってこいつとこいつとかっていう感じでできたりするので、そこら辺でね恐竜の管理がめっちゃ簡単になったから、これはね俺的には、まあ、バランスは多分壊さないと思うのでいいんじゃないかなというふうには思いますね。まあちょっとね原始的なサバイバルかどうかって言われるとちょっとまあそれはまああれなので、ちょっとそれは人それぞれの世界観になっちゃうんだけど、まあ俺的には結構ね神アップデというかめちゃくちゃいいシステムで、うわやったやりやすくなったと思って結構嬉しかったっていうところになりますね。なのでねぜひ皆さんこれ使ってみてくださいっていうところで、最後にこれを踏まえてまとめでやっていきたいと思います。でこれによってですねマジであらゆることが便利になったので、ブリーディングしかり拠点しかり迷子しかりで、さらに一番俺がやばかったのが、例えばサバ落ちとかあとはクラッシュっていうのを飛行生物に乗ってる状態ですると飛行生物が行方不明になったりすることがまああるんだよね。であとはさ、まあ一番結構ね俺やばかったのが雪山で投資しちゃって、急にね寒波が来ちゃって、で雪山地帯を離れるまで間に合わなくて HP がねゼロになるまでに、で死んじゃってプテラが行方不明になるみたいなのが結構ねクリスタルアイルズ編とかだいぶね前なんだけどやったりしたことあるので、そういった時とか特にそのね空中で死んじゃったりクラッシュしたりして、で行方不明になる飛行生物がっていう時にこれマジで役に立つので、非常にですね優秀なんですよ。今まではディノトラッカーっていうモッドがあったんですけど、そのモッドが神モッドすぎて、いやこれがあると恐竜迷子になっても大丈夫だよねっていうような会話がですねもう今やこのトラッキング機能によって全て解決されたので、本当に分かってるやんっていう感じでマジでかゆいとこに手が届いた神機能だと思うので、これマジでね全員幸せになるんじゃねっていう風に思ったので、ぜひねみんなねこれ使ってみてください。マジで便利だから非常に優秀。ちなみになんですけど今もね普通にライフワークっていう形で、まあ、今20人以上でねトライブで参加型でやってるんですけど、非公式サーバーでね、まあ、2年以上やってる参加型なんですけど、もう本当にこれ便利。特に同じトライブに20人以上今いるから、みんなが1匹ずつ恐竜テームしてもね20匹になるわけですよ。でそっからみんなブリーディングとかいろんな恐竜テームしていくから、やっぱり分かりづらくなるんだよね。なのでそういった場合ですね、かなり機能的に便利になるので、恐竜をねたくさんちゃんとグループ分けとか住み分けして、で自分の恐竜を一目で分かったりとかで、名前をちゃんと決めとけば名前で逆引きみたいな感じで検索して一気にねそこまで行ってとかね、いろんなことができるんだよね。なのでマジで優秀なので、ぜひねこの機能を皆さん使ってほしいなって感じで、迷子になりやすい人ですね、知り合いの恐竜にね同じトライブだったらねポイントしていくと一発で行きます。はい、なのでね
ぜひこの機能っていうのは皆さんね、いろんな場面で使えると思うので、なのでね、ぜひね、みんなもね、こういう時にこのトラッキング機能使うといいよっていうね、あの参考になるような使い方ありましたらぜひ教えてください。僕もですね、今全然使ってますので、開発中なんでね、ぜひそういうのあったら嬉しいです。はい、っていうところですね、今日はですね、マジで ASA になって超神がかってねって思って、俺がマジ感動した最高なシステムの一つを解説してまいりましたので、ぜひね、みんなこの機能使っていただければって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で、KDR ゲームでですね、こんな感じでアークの動画結構出してまして、ASA のこれからガンガン動画出してますので、ぜひですね、チャンネル登録と高評価でですね、応援していただけると嬉しいです。で、生放送もですね、さっきもちらっと言った参加方をですね、2年以上やってて、で、自分でね、非公式サーバーでサーバー立てて、みんなとね、今は ASA になったんだけど、遊んでます。なので、そのライフワークという参加方もね、生放送をどんどんね、週末やってるんで、皆さんですね、ぜひ、遊びに来て、見に来ていただいて、コメントとかしに来ていただければって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。